こんにちは、コアレスモーターの白木です。今日はちょっと面白いものをお見せしようかなと思います。実は子供たちに見せて遊んでいたんですが、これを皆さんに見ていただいたらまた面白いことが起きるかなと思ってお見せいたします。今日はね、パチンコの玉5つ並んでいます。ここにこの玉をぶつけるとどうなるでしょう。かなり多くの方は当然ご存知で、まあ物理系の方だったらほとんどご存知でしょう。この運動エネルギーがどんどん伝わって一個こう走っていきます。これはこの玉のエネルギーがこちらの玉にエネルギーを移ったという証拠ですね。はい、ここに一個ずっとついていきます。どこまで行きますか。ここまで行きます。ところが今度ですね、ここに実はマグネットがあります。ネオジウムマグネット、私たちが今コアレスモーターで使っているマグネットです。このマグネットをここにちょっと置きます。そして見て、こちらから玉を、はい、転がします。どうなったでしょう。すごく飛んでしょう。これはいろいろこの3つになったり1つになったりしますが、本当は1個のボールですともっと飛んでいきます。もう1回やってみますね。ボールは5つあって、マグネットがあって、こちらから1個通します。ドーン、うわ、ほら、あんなに違いました。それで今度はもう一つ、この状態でさらにマグネットをもう一個ここに置きます。さて今度はどんな現象が起きるでしょう。やってみます。お分かりになりましたか。いいですか。動きません。なぜでしょう。まずこのマグネットが1個だけだったときに、なぜあんなふうに飛んでしまったでしょう。じゃあこの力は実はマグネットに、ここの近づいてボールが近づいてきたら鉄ですから、急に急にされてゴンと当たる激力が当たるんですね。ですからすごい力になります。で反対側にもマグネットを置いてしまいますと、今度はこれが吸引する力になって、こちらのボールは飛び出ていきません。まあそんな原理だと思います。まあこんなのが次のモーターの面白いのに応用できればなと思っております。今日はただこの現象を皆さんにお見せいたしました。何かの参考になればと思います。ありがとうございました。